BT-4 は IHI Aerospace が開発し、製造している水力 500N 級の2液式ロケットエンジンである。LUNARA の月周回軌道投入用、スラスタとして開発されたプロトタイプをベースとして2000年に開発された。主に商用静止衛星の静止軌道投入用、アポジキックエンジンとしてオービタルサイエンシズ社や、 ロッキード・マーティンに供給されており、2002年に OSC に納入された量産型は、2005年11月16日にアリアン5で打ち上げられた、インドネシアの静止通信衛星テルコム -2 で、初めて使用された。ヘリウムガスによって加圧される圧送式サイクルの2液式、ロケットエンジンであり、燃料としてヒドラジン、酸化剤として1酸化窒素を3%添加した。 4酸化に窒素を採用している。この種の熱式、ロケットエンジンとしては、世界最高の非水力を有する。宇宙ステーション補給機で採用された HBT-5 では、燃料がモノミチルヒドラジンに変更されている。ガツ周回衛星、家具やアポジキックエンジン採用衛星バス、採用ロケット。ありがとうございます。